んだかとんでもないことになっちゃったね。女神クラビスが復活して、オバトがルーンハイムに衝突しようとしてて、私の中に女神ファーライトの魂が宿ってるなんて。そうだな。本当に驚いたよ。ねえディラン。こうやってディランと話してる私は、どっちなのかな？ファラなのかな？それとも、女神ファーライトなのかな？ディランと一緒に、泣いたり笑ったりして、ここまで来た私。ディランのことが大好きな私は、どっちなのかな？ファラ。ごめんね。なんだか、不安になっちゃっただけなの。自分が、本当の自分じゃないかもって思ったら。ファラ、よく聞くんだ。たとえ、女神ファーライトの魂が宿ってたとしたって、ファラはファラだ。優しくて、思いやりがあって。だけど、少し泣き虫で、それでも頑張り屋。そんな俺の大好きなファラなんだよ。ディラン。クラビスを倒し、今度こそ、ルーンハイムに平和を取り戻そう。そしたら、俺たちの未来を作っていこう。約束だ。ディランのことを好きな気持ちは本物だから。ムームー、ディラン、女神クラビスと戦うんだよね。ああ、それしかルーンハイも救う方法がないからな。クラビスもひどいよ。オバドだけで満足すればいいのにさ。なあ、ムームー。お前は気づいてたのか？ファラの中に、ファーライトの魂が宿ってることに。なんとなくだけどね。でも、だからってファラと仲良しになったんじゃないよ。ファラが好きだからなんだ。もちろん、ディランも。このルーンハイムで、ファラやディランと、ずっと一緒に暮らしたい。だから、オバドなんか落っこちてきたら、迷惑なんだ。クラビスの好きにはさせないぞ。僕の角で、思いっきりつついて。むむむむむ、俺だって、お前とずっと一緒にルーンハイムで暮らしたい。明日は、必ず勝とうな、むむ。こら、ムーム、くすぐったいってば。戦いが終わったら、ずっと一緒だよ。ガーリット。とんでもないことになったものだな。ディラン、女神クラビスがオバドをルーンハイムに衝突させようとしてるなんて。女神クラビスの気持ちはわからなくもない。だけど今ルーンハイムに生きる命を消し去っていいはずがない。俺は女神クラビスと戦う。そして今度こそ平和を手に入れる。ディラン、私はお前の背中をついていく。だから頼む、私たちを勝利に導いてくれ。お前ならできるような気がするんだ。私が心から信頼するお前ならば。ガーリット、それは俺のセリフだ。俺は君と一緒なら勝てる気がする。戦おう、ガーリット。俺たちの未来のために。お前のためならこの命惜しくない。明日は女神クラビスとの戦いだ。さすがの俺も少しビビっちまうぜ。ディラン、お前はどうだ？そりゃ怖いさ。相手は女神なんだから。
だけど、不思議と気分は落ち着いてるんだ。多分、仲間の存在が心強いからだと思う。特にファング。君がいてくれるから。おいおい、おだてだって何も出やしないぞ。君はいつだってそうだ。厳しい戦いを前にしても明るく振る舞ってくれる。その明るさに俺たちは何度も救われたんだ。ありがとう、ファング。なんか照れちまうな、お前にそんなこと言われると。ディラン、明日の戦い必ず勝とうな。人間とランカスターの民が仲良くなれる世界が来ようとしてんだ。いくら女神だからってそれを不意にさせるわけにはいかねえぜ。ああ、その通りだ。必ず勝とう、ファング。俺だってお前の強さに助けられてるのさ。ソティナさん、やっと戦いが終わったと思ってたのに、最後の最後にこんなすごい戦いが待ってたなんてね。相手は女神クラビス。本当にすごい戦いですね。でもね、ディラン君、お姉さんそんなに怖くないの。だってディラン君が一緒だから。お姉さんの大好きなディラン君と一緒だから。ソティナさん、ディラン君ってどんなに困難な戦いでも決してひるまなかったでしょ。そんなディラン君にお姉さんたくさん勇気をもらったのよ。だから明日の戦いは頑張れるの。ディラン君、最後の戦いが終わって世界が平和になったら、その時は私お姉さんを卒業してもいいかな。お姉さんとしてじゃなく、普通の女の子として私を見てくれるかな。お姉さんを普通の女の子にしてね。約束よ。エルナディータ。ディラン様、ちょっとだけよろしいですか？ああ、別にいいけど。どうかしたのか？ちょっとだけやっておきたいことがあるのですわ。ここは教会ですわ。私たちの結婚式を行ってますのよ。え？ほら、神父様がディラン様に尋ねてますわ。エルナディータを妻として一生愛すと誓いますかって。エルナディータ、どうしてこんなこと？お願い、ディラン様。嘘でもいいから誓うって言ってください。そうしてくれたら、私、頑張れますの。女神クラビスとの戦い、へこたれずに、一生懸命やれますの。戦いに勝ったら、こんな素敵な未来が待ってるんだって。自分を、元気づけられますもの。エルナディータ、わかったよ。俺は、妻エルナディータを、一生愛し続けることを誓います。私は夫ディランをずっとずっと愛し続けるって誓いますわ。キスは全てが終わった後のお楽しみですわよ、ディラン様。だから必ず戻ってきましょう。約束ですわ。ああ、約束だ。必ず戻ってこよう。さあ、参りましょう。私たちの未来へ。
アクリーン。こんばんは、ディランさん。アクリーン。いや、アクリーン様って呼ばなきゃな。これまで通りでいいんですよ。その方が私も嬉しいですから。わかった。じゃあそうさせてもらうよ、アクリーン。ディランさん、あなたは不思議な方ですね。俺が？子供であるアクリーンの目で私はあなたを見てきました。どんな困難な戦いにもひるまず立ち向かってゆく勇気、自分のためではなく他人のために戦える強さ。クラビスお姉様はあなた方を弱き命と言いました。だけど私はそうは思いません。ありがとう、アクリーン。女神様にそう言ってもらえるとなんだか自信がつくよ。このルーンハイムは必ず守る。オバド衝突は絶対にさせない。オバドへの門を開いたら私はもうこの姿を保っていられないでしょう。心も体もまた子供のアクリーンに戻ってしまうはずです。だから今のうちに言っておきますね。あなたに会えて本当に良かった。どうかご無事で、ディランお兄様。女神でなかったらきっとあなたとお兄様。ルーガ。オバドがさらに大きくなったような気がするよ。あれが落っこちてきたらひとたまりもないね。このルーンハイムに生きる命を消させるわけにはいかない。女神クラビスを倒し、オバドの衝突を防ぐんだ。坊や、あんたは本当大したもんだよ。女神と一戦交えるってのにちっとも迷いがないじゃないか。さすが、私が認めた男だよ。私が惚れちまっただけのことはあるよ。え？ああ、情けない。このルーガ様が人間の坊ちゃんなんかに惚れちまうなんてね。屈強なローングランドの戦士が周りにいっぱいいるってのにね。おかしいったらないよ。ルーガ。私が惚れちまったくらい、いい男なんだ。女神なんぞに負けたら、承知しないよ、坊や。絶対に勝って、生きて帰ってくるんだ。約束だよ。ああ、わかったよ、ルーガ。約束だ。勝って、一緒に帰ってこよう。俺たちのルーンハイムに。惚れた男を、死なせやしないさ。ザイツ。まさか最後には女神を相手にすることになるとはな。正直想像もしていなかった。この戦いに勝たなければルーンハイムに未来はない。全ての命が消え去ることになる。そう考えると正直俺は怖いんだ。何を言っている、ディラン王子。あなたと共にしてきた戦いはどれも困難で、そしてどれも負けられないものばかりだった。最後もまたそれと同じだけのことだ。確かにザイツの言う通りだな。どの戦いも困難で負けられないものばかりだった。それでも勝ち続けられたのはザイツ、あなたがいたからだ。あなたの勇猛さが俺を奮い立たせてくれた。あなたこそ本当の武人だ。俺は尊敬するよ。もったいない言葉。感謝するぞ。ザイツ、この戦いに勝とう。俺たちの剣で、ルーンハイムの未来を勝ち取るんだ。あなたのために戦えること、それが俺の誇りだ。